にちは、くまみきです。毎週水曜日はくまみき手芸教室、改めくまみき手芸部として今週からプチリニューアルしてやっていきたいと思います。先週の動画ではたくさんのコメントと励ましのメッセージと本当にありがとうございました。ちょっと肩の力を抜いてね、今日はね相当緩いですよぶつけ本番みたいな感じで、こちらのね後ろのカーテンを作りました。そう、今いるこのお部屋が私の寝室になるんですけど、引っ越して1年間ずっとここにカーテンなかったんですよ。でも一応すりガラスになってるから外から見えなくていいんだけど、カーテンの代わりに今までずっとね1枚大きいスカーフを、全然丈とか幅も足りないのにベンってやってて、それでなんとか過ごしてたんですけど、それを毎日見てるうちにね、スカーフでカーテン作ったら可愛いんじゃねと思って、最近ねスカーフめっちゃ買ったの。インスタの方でもどこに売ってるみたいな感じでみんなに聞いたりしてたんだけど、これを作りたかったんです。というわけで今回はスカーフで作るカーテン作り挑戦してみましたという動画になります。どうぞご覧ください。はい、というわけで今回たくさんのスカーフをゲットしてきました。古着で探したんだけど、下北とか高円寺とか行って買い漁ったのと、あと家にあったやつ、これ GU なんですよ。昔買った GU のやつ、ちょっとこれもね混ぜながら作っていこうと思います。はい、というわけでね、このスカーフをつなぎながら作っていこうと思うんですけど、この状態でつないで、それでこういうウエストゴム用なんですけど、ギャザーテープっていうのがうちにあったので、これ縫い付けてギャザー寄せた後に、このカーテン用のフックを刺して仕上げようと思っています。うまくいくといいな。それじゃあ縫っていきましょう。はい、ちょっとねミシンで縫う前にこれ全部ずれそうだったんで、一回しつけて止めました。でですね、今回の問題がスカーフのサイズが全部バラバラなんですよ。なので例えばこういう形にしたい時は、スカーフをこう角に合わせるように置いて、ちょっとすごい雑なんですけど例えばこんな感じで、こう重なるところは重ねて、今しつけで縫い留めてあって、そこをミシンで縫っていくっていう風にして、こういうねカーテン布になる長方形四角を取っていこうかなという感じです。なんか一枚一枚を切るとさ、端っこの処理がめんどくさいじゃないですか、こんな薄い生地だから。ちょっと今回この作戦でやってみます。これが正解かどうかはわかんないんですよ。わかんないんだけど、まあ一番楽かなと思ってこれでいきます。でミシンなんですけど、今回すごいいろんな色の布になるので、何色にしようかなって迷ってて、で家にこんなのありました。透明ミシン糸ってやつをね、どうやら昔ダイソーで買ったみたいで、ちょっとこちら使ってやってみようかなと思います。これだと透明なので、まあどの布にも馴染むっていうものなんですけど、ちょっと不安もありつつね。でも手芸店でもこういう透明ミシン糸売ってるんで、まあちょっと試してみようと思います。めっちゃ釣れる。切れたよね君ね。わ、糸切れたんじゃないですか。大丈夫かな。再開。あれ、こっち縫ってある。ここ縫わなくていいとこじゃん。むずーい。じゃない？ちょっと糸がね難しかった。これ何回も切れるし釣れるし、ちょっと仕上がりいまいちなんだけど、まあいいや。しつけ糸取っちゃいます。これで取って縫い残しとか、ここ垂れるなみたいなところはないかをちょっとチェックしたいと思います。 OK、 ちゃんと縫えてました。もう一個の方も縫っていきます。
わけで縫い終わりました。この辺ちょっともちゃもちゃしちゃったんですけどまあいっかな、今回はなんかもうゆるくやりたいんですけどはい、そんな日もあるよ。でここはねこんな感じ、こっちの方が上なんだけど、上がこうかぶさるような感じでここ重なるんだけど、この上だけ縫って下は縫ってないです。こっちもそんな感じで、ちょっと長いんですよ。長いんでこう折ってで、で、こうギャザーがね、カーテンで寄った時に、ここちょっと二重になってるみたいな作りにしようかなと思います。これ逆側に折ってもいいんだけど、多分光で透けるし、うん、あえてもう出しちゃおうかな、みたいな感じです。そしてこちらのギャザーテープ登場。私も今日初めてやるんだよ。どんなだろう。なるほど。ねえ、うち漁ったらこれ5センチ幅のあった。これね、3.5 センチ幅なんだけど、もっと太いやつがいいね。3.5 だとこれ引っ掛けた時にちょっと短いんだけど、5センチ幅だったらぴったりじゃない？いい感じ。で、長さが全然足りないということが分かったので、ちょっと明日買い足しに行くとして、とりあえず1個縫おうかな。これ中開けたらね、付け方の紙貼って、ああ、噛んだ。付け方の紙入ってた。ミニカーテンなどで取り付ける場合、まさに私じゃん。端っこは折り返してゴムが抜けないように縫う。で、縫い終わりから4センチ残してテープをカットして、で、ギャザーを寄せるんだね。で、最後は始末する。ちょっとやってみようと思います。はい、説明書を見ながら、待ち針で仮でね、付けてみたんですけど、ここはね、折り返してあります。で、縫うとこバーっとこう置いて、最後一番端少し残して切ってあります。でここに薄くこう線があるの見えますかね。ここをね縫っていくみたいでしたが、結構縫うなって思ったんですけど、頑張ります。それじゃあ最初のとこ縫い留めるの縫います。あ、返しない。あ、ちなみに糸変えました。さっきの糸切れやすかったんで普通のにしました。じゃあガイドラインに沿ってひたすら縫います。わあ、巻き込んだ。調子乗った、調子乗った。ですよね。そんな私がこのスピードでうまくいくわけないんですよ。あ、最後だけだ。巻き込んだ。はい、というわけで縫い付けました。で、これを65センチに縮めていきたいと思います。どうやるんだ？このゴムを引っ張る。これまとめていった方がいいのかな。まとめてこうやって、はいはいはい、ちょっとずついきましょう。すごい、そうめんみたいなの出てきた。楽しい。あ、むずい。一本逃してた。あれね、本当にこれちょっとずつやんないと、ここでギュッて詰まって止まっちゃうから、ちょっと大変かも。あ、でもこれ楽しいぞ。ちょっと大変と言いつつ、このギャザーテープめっちゃ楽だと思う。普通にゴムとかやるの大変だもん。シャーリングテープ的な。シャーリングテープだっけ？なんかもうゴムをミシンで縫い付けるみたいなやつあるんですけど、あれね、縫ってる間にどんどん縮んでくるから、大変だなーって印象あって、これ楽ですね。
まだまだですね。頑張ります。だんだんいい長さになってきたけど、こっちの方まで全然キャサーがいかない。頑張れ。私来たんじゃない？ 65cm 取れた。こっちから見るとほらキャサー寄ってる。超綺麗だね。これ普通にスカート作りたい。めっちゃいいじゃん。でこれを結ぶと。邪魔なのである程度切ってからやります。これすごい嬉しいのが、今こうやって作業してるけどゴムが逆戻りしてこないので、すごい扱いやすいかも。そういう点ではよし、結んだ。いらない部分カットします。そうめんはい、でここゴム切って、で長さちょっと短くしました。すごい私多めに取ってたんで短くして、でこれ最初の時みたいにこうやって折ってミシンでガガガッと留めれば完成みたいです。めっちゃいいアイテムだね。はい、というわけで着きました。こうやってビヨンビヨンって伸びるんだけど、カーテンなのでこのままね、これをこう折り返して、正面から見るとこういう感じのカーテンですね。ちょっと上の方フリフリってついてる感じで、ここで長さ調節をしました。でこの裏にできたひだを利用してカーテンのこのフックをつけたいと思います。つくかな。このゴムのところにえいえいって入れれば、あ、いけるいける。あ、いいんじゃないですか。ついたよ。こんな感じでつけます。はい、5個つきました。こんな感じでこれで片方完成なので、こちらのもう1個の方も作ってつけたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで完成したのがこのような感じになります。部屋がめちゃめちゃ派手になりました。で最初めっちゃ派手派手やんと思ったんだけど、まあ予想通りね、予想通り派手派手やんって思ったんだけど、でも意外とこう光が透けて入ってくる感じとかすごい綺麗で、結構気に入っちゃってます。でこの部屋まだ完成じゃないんですよ。この後ろの棚、これ普通のさ木じゃん。これを色塗りたくって、何色かな、ちょっと見て、こんな感じなんだけど、エメラルドグリーンとかその辺かな、ちょっと深緑とか、ちょっと何色がいいかな、コメントくださいまずはこれもね塗って、はい完成ってお部屋したかったんだけど、ちょっと今の季節ペンキ塗るの暑すぎて無理だなって思ったので、もうちょっと涼しくなったらやると思います。そしたらやっと部屋完成だね。ちょっとこの上も小物とか置いて可愛くしたい。あ、ちなみにさ、縫ってる時に結構こう擦れちゃってクシュクシュってなっててそれどうしようかなと思ったけど、意外と分かんなくない、意外といけたかなみたいな。まあ、若干クシュクシュでも可愛いかと思って、すごい今回雑な作りなんですけど、でもいい感じになったんで良かったなと思います。今回作ってみて、まあなかなかこのスカーフつなげて作ろうって真似しようかなみたいな人少ないと思うんですけど、でもあのギャザーテープを布に貼ってでこう寄せてね作るカーテンめちゃめちゃ簡単だったんで、この方法をぜひよかったら使ってみてください。本当に私も今回初めてだったんだけど、前もねカーテン作ってて、その時はちゃんとこう何ひだを折ってとかやってたんだけど、それをしないでこんな簡単に作れるっていうのがめちゃめちゃ感動してるんですよ。なので参考になったら嬉しいなと思います。逆にこういうアイテムもあるよとかあったら教えてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタン
んとチャンネル登録よろしくお願いします。みんなもなんか作ったらくまみき手芸部で教えてください。それじゃバイバーイ。今日ご紹介するのはこちらです。マスクケース作ってくれて、で自分でオリジナルでねリボンも作って、それをくっつけてっていうのを作ってくれました。かわいい、ありがとうございます。またなんか作ったらぜひ見せてください。というわけで次回も一緒に自分だけのかわいいを作ろう。バイバーイ。